はい、皆さんこんにちは。こんにちは。メガミックスです。今日は奈良市の駅に来ております。今日何するのかというと、このボドゲステーション。ほう。300種類以上のボードゲームが自由に遊べます。ボドゲステーション、奈良市の駅。すぐ近くにあるんで、今日はちょっとこちらに遊びに来たいと思います。はい。次のゲームは、コリドール。これはくまさんのおすすめのゲームになります。まあ今までちょっとカードゲームだったんですけれども、今回はこれ何ゲームっていうの？アブストラクト系っていうんですかね。ちょっとボードゲームチックな感じになります。で、こちらのルールは、まあ、今回まず最初はね、1対1で2人ずつやって、勝ち抜きと負け組で、まあ本当に1、2、3、4を決める感じでいきます。はい、で、ここに駒があります。駒が。で、自分のターンにできるのは、駒を1マス動かすか、ここに板があるんで、板で壁を作るかということになります。相手の進行方向を最大です、ね、遮ると。一応ルールとしては完全に動けなくするのは、まあ、ダメよと、こういうふうになんか4つねやって、もう相手のもう動けなくなって、もうどこにも動けないっていうような置き方はダメですね。そうそうですね。で、自分の駒を動かしていって、相手のこっちここまで、相手の陣地のところ、陣地のところまで行くと勝ちということになります。駒を動かすか壁を作るか、壁ばっかり作ってると駒が動かないっていう、邪魔をするか進むか。そうですね。もう並んじゃってるけど、この対戦でいきますか。はい、やりましょうか。いきなり因縁の対決。そうですね。絶対腕まくり。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃんけん。じゃんけん。最初はグー。じゃんけん。ポン。はい、これで勝負。よし。用意。始め。左来る。左来るね。ちなみに壁は使い切ったらもうないもんね。そう、壁は使い切ったら進むしかないんで、ちょっと動かす、とりあえず動かしてもらっていきます。いやー、似たような動きになるけど、じゃあ俺また壁作る。え？じゃあ俺もここに壁作る。これなんか本当鏡鏡になってるの。逃げよ。待って。一応ここに置くから。ここはね置けない。これはダメ。でもそれは持てない。ダメってことですね。俺の出口もそこしかないじゃん。しょ。多分勝負です、ね、世界だよね、うん。ここまで来ますで。ここ来ます、ここ来ます。これ三上さん、俺の陣地入ってくるときもすげえ大変なんじゃない？これ女に作っちゃったら、うん、そうだね、うん、頭いいね頭いいね今気づいたけど、そうだね、これを置くことで相手を何て遅らせられるかっていう、うん、何も考えてない。それが肝だよね。俺今何も考えてない。邪魔することしか考えてない。出よう。で、どんどん出てくる。進むか進まないって話にならないから、うん、陣地的には 1,2,3 でしょ。俺 1,2 しか進んでないから。で、三上さんこう来るでしょ。ってことは俺ここにこうやったら三上さんもこっちに進むしかないよね。ここでちょっと邪魔をしたいところだけど、三上さんが後で困るような、超迷うんだけどいや、これあれですよね、隣接した場合は相手を取り越えることができるんですよね。そうなのそういうルール。三上さんはこうかな。
え、飛び越えて壁ごと飛び越えるの？いや、壁は飛び越えられない、さすがに、うん、後ろに壁があるときに、まあ相手のとこがここにいたら、つるってこう抜けることができる。でもこれしかやることなくない？そうってことは、俺後ろに壁があるからこうやって抜けられるんですよね。なるほど、うん、あれ勝ったんじゃないこれ。奥でしょ。ひどいことするよね。奥でしょ。これは奥でしょ。奥でしょ。うん。それ考えてなかった俺。いや奥よ。俺バカだろ。そしたらじゃあもう一回俺こっち行くよ。持ってきた。何なんですか。これ吊るはいけんの？こうやって。あ、後ろに壁がないと吊るいけねえんだ。だから俺はじゃあ動かすとしたらもうこっちだけ。ないね。で、こう三上さんをこう俺は迎撃しなきゃいけないわけだね、またもう壁半分使っちゃってるしな。俺も半分こっち行くしかないよね。こっち来る。作るか、どこに作るかだよな、うん、だってもう完全に封鎖しちゃいけない。封鎖しちゃいけないから、ここは封鎖するにしてもどう封鎖するかだよね。そうだよね。ちょっとずれてるこれね、うん、やるか、もうここに相手戻らせることをする、うん、やるか。よいしょ。神さんの壁を先になくす。封鎖してなければいいんだよね、うん、どんどん俺逆らされる。そうそういうわけだよね、うん、ただ俺はもう壁がないけど俺を封鎖はできないから完全封鎖は、ここ一個開けてればいけるわけでしょ、うん、そうね。すっげー戻んなきゃいけないんだよ俺。だともう進撃していく、うん、あすいません。で三上さんこっちかこっちを通らなきゃいけないわけだから、まずここは押さえておく。あっ、まあ、まったなしで。はい、じゃあ進みます。戻ります。まあ戻ります。いや、これはもう手数の勝負だな。これでしょ？俺あと何手でいきゃいいんだ？そうだよね。うん、あと何手でやる？壁がね、まだ俺はもう1枚しかないから。うん、でも俺もう封鎖できないからね、この完全封鎖。でもこうし、うん、あれどっち動かしたっけ。俺今これ置いた。あ、置いた。あ、じゃあ、ね、はい、俺これ先手が三上さんってこと、俺負けんじゃねえか俺。ちょっとじゃあ行ってみる。じゃあ行ってみるよ、うん、で、はいでしょ、うん、はいでしょ、うん、で、はいでしょ、うん、で一応なんとなくね、うん、なんとなく置いとこう。これダメだもんね。あ、違う。え？だって俺置けるじゃん。完全封鎖じゃなくてもいいんだもん。こっち通ればいいんだ。なるほどね。こっち帰ってくれないんだから。いや、これもう負けたね。うん。はい。そうだよ、はい、そうだよ。はい、はい。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 そこまで。負け組です。負け組です。やったー。そうだよ、俺ここを塞いじゃ完全封鎖かと思ったけど、ここに抜け道あるから置けるんだよね。なるほどね、なるほど、OK です。考えた今俺。考えたね。考えた。俺はこれを、うん、ここに置けばいいんだよ、その俺がこっちにいるときに。ああ、そうか。なるほどね。自分で壁を作るっていうのも、まあありだね。これは学びました。うん、学びました。よし、じゃあ第1回戦はありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ第2回戦。はい、はい、あ、いいですか。はい、ありがとうございます。紳士だね。紳士だわ。用意始め。はい。じゃあ私なんか変なところに置くと、そう、変なところに置くとダメ。こういうことですね。そういうことか。じゃあ、は
将棋とか囲碁の中継みたいな。最初は似たような感じになるような動きが。上手みたいなのあるのかな。いやー、わからないな。立てた。はい。いや、ちょっと自分であれしに行ってる。自分で追い込むスタイル。はい。そっか、守りっていう手もありますね。浮いちゃったからいいや。あ、守っていくスタイル。結構、はい、進軍されてるよ。熊さん。進軍セーフ大丈夫なの？さすが熊、自分で選んだゲームだけあって熟知している。熊強い。熊ちょっとプレイスタイルがしかも分かんない。そう。何を考えても分かんない。何を考えても分かんない。どっち。はい。考えてる。めっちゃ考えてる。何かを考えてる。おお。はい。右から行く、うん、はい、はい、だいぶスタート地点までだって塞がれちゃった。また何かやりますよ。あ、そこ、ね、右回りで行くしかなくなったね。あー、なるほどね。熊の進軍止めないと偉いことだし。うん。と、よいしょ。こうだ。二枚二枚カード。そうするともう4点になっちゃった。4点じゃない、1、2、3、どう置いても、あ、でもこうだ。
れでお互い到着するまでのマスが熊ちょっと今戦略が崩れた。どっちから行くだよね。あ、もう使っちゃう。汗じょうが動揺してる。という硬い石ですね。はい。まあ進むしかないからね。そうね、そうそう、はい、逃げ道がもう。排水の陣ですね。はい。負けよね。はい。あれクマ負けじゃねえの？そこまで。なんでここをいたのかなと思って。こっちもさ、ここをこう押さえれば。柵に溺れたね。はい、カットカット。ありがとうございます。勝者はキナちゃんで。いや、これ難しい。ビリ決定戦を開催いたします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあどっちから行く？いや、ほんと譲ってくれるの？優しい。マジで。ちょっと今回は新しい陣を作っていこう。用意。はじめ。最弱が決定するんですね。取り出してるんだけどさ。柵に溺れる二人が見たい。おもすか、すげえ、すげえ陣考えたから。はい。そこまで。乾杯じゃないですか。全く進めない。うん、そっか、こんな感じでもあるのね。面白い。あ、じゃあ再開、再開、おめでとうございます。全部再開なんだけど。全部再開なんだけど。じゃんけん、ほい。あいこでしょ。わあ、負けた。用意、はじめ。進むね。どんどん進んでいきます。はい。ドン。ですよね。一歩逃げとけよかったかな。はい。この一手遅くそれやればよかった。
めんどくさくなってきちゃったな。はい。あ、ここでよかったか。まあいいか。絶対それやられると思ってそれやるともう俺どうしようもない。待ってやだ待ってよ、追い込んでごらんなさい。ここ塞いじゃうぞ。構わなくてよ。待って待って何このゲーム。6点ぐらい遅れてるけど俺。待って待って何を追いかけるゲームは。よいしょ、はい、よいしょ。これ完全に負けてない俺もう。だってこれ私と同じルート通らないと、ね、そう絶対通らないといけないからね。はいはい、よいしょ。はい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 、はい、ん1個板があるっていうところなんか。はい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 、そこまで。これも結構な差だよね。これも結構な差だよね。ボロ負けだったっけな。俺ここのここ塞がれたらそっかっていうのなんで抜けたの。乾杯です。まあどのタイミングでやるかもあれですね。そうここまで来るのかな。来るの来たみたいな。来た、はい。全部やり直し。じゃあ優勝は、イエーイ。あ、ちょっと今までのゲーム全部勝たれてない。俺らが勝てるゲームをちょっと用意するしかない。俺、吉川さん、もうこれやったら俺もダメじゃん。これがマキナちゃんか。っていう四人バトルコリドールでした。はい、ありがとうございます。頭が考えすぎた。よしよしよし。打球が強すぎた。あ、やべやべやべ。このボードゲームカフェで大丈夫ですか。はい、まあ、カフェっていうかスペース、スペースですね、はい、場所的には、奈良市の駅徒歩2秒、うん、徒歩2秒。駅横の郵便局の上です。ありますね。拠点はでも受付はそうですね、来年の1月から本格稼働する予定なんで、うん、指導しますので、はい、今日はまあプレリリースということで、はいはい、楽しませていただきました。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、またありがとうございました。はい。